高崎かなみです。よろしくお願いします。酒井の T シャツでシースルーになっていて、こういう T シャツって買ったことなかったですし、合わせにくそうと思ってチャレンジしたことなかったんですけど、試着してみたら可愛すぎて買うつもりなかったのに買ってしまいました。あんまり派手なものって着ないんですけど、今履いてるスカートとか合わせたことないけど、どうだろうこれはもう本当にシンプルで何でも合わせやすいだろうなと思って買いました。こういうのを求めて買ったんですけど、後ろももうまっさらで、結局やっぱ一番使うのってシンプルなものだなと思って、黒いパンツとか合わせてみたいです。デニムとかも合いそうですね。あ、じゃじゃんくまさんに一目惚れして買いました。色とかもベージュで、外にはなんかあんま着ないんですけども、好みすぎて家で結構パジャマとして着てます。あ、外では酒井、外ではなんかちゃんとしてクマさん着てます。ギャップですね。本当ですかお気に入りです。この T シャツのお気に入りのポイントは、ザクザクとしたなんかシースルーのところがすごいお気に入りです。抜け感のある感じであんまり重くならないところが気に入っています。中のインナーがちょっと黒いやつを着てるので、それに合わせて下も黒くしてモードな感じにしてみました。酒井って男性のイメージが強かったんですけど、女性のお洋服も見てみたら可愛いのが結構あって好きになりました。好きなスタイルとか好みとかどういったものがありますか？最近本当にすごい好きなのはワントーンコーデっていうか、あとブラウンとかベージュにハマっていて、最近はブラウンとかベージュばっか着てますね。はい、女性らしさをなんか忘れずに、ちょっとかっこいいっていうか大人っぽい感じにするのが最近好きです。正直 T シャツ着る機会あんまりないかもしれないです。はい、でもなんか最近チャレンジしてみたいなと思って買いました。 T シャツは白がダントツ多いですね。明るい雰囲気になりますし、汚れやすいですけど、そこは気をつけて。私、高崎かなみのファースト写真集が7月に発売されます。皆様よかったらお手に取ってみてください。よろしくお願いします。